はい、こんばんは。本日もですね、22AW の新作が入荷してまいりましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。はい、まずはじめですね、インラインです。一型2色ですね、入荷してまいりました。ブランドがイーセンですね。イーセンのインラインのラストデリバリーかな、別注がこの後控えてるんですけど、インラインのラストデリバリーかなと思います。形がですね、少々お待ちください。ベンという、タイプの、太尾のコーデュロイが入荷してまいりました。いい色のコーデュロイ。さっきね、インスタライブでもコメントいただいたんですけど、本日、パンツが非常に潤沢でございます。というか、全部パンツです、多分。はい。全部パンツです、今日紹介するのは。はい。で、最初に、ご説明させていただきますとですね、こちらのベンというのは、イーセンのディレクター、ピグさんですね、テンボックスのピグさんが愛用している、ゴウィル、ウィルじゃないか、なんだっけ。いつもね、読み方忘れちゃうんだよね。あ、ウェルだ、すいません。ゴウェルの、太胸のコーデュロイ素材になっております。液流染色で染めることで、胸に膨らみを持たせた程よい肉厚の生地となっております。こちらカラー2色ございまして、こちらのまず最初にマスタードですね。僕、この後見せるブラウンもすごくいいんですけど、僕個人的に激推しなのが、このマスタードですね。からし色、いわゆる。これね、いい色です。黄色っちゃ黄色なんですけど、やっぱ黄色とは違いますよね。まあ早速もう矛盾した発言が始まっているんですけれども、こちらですね。このマスタード色、古着好きな人にはね、たまらないカラーかなと思います。で、もう一色が、ブラウンですね。ブラウンも、まあこっちもね、渋くてかっこいいカラーですね。はい。アップで打つと、こんな感じですね。はい。で、EC サイトにも書いてあるんですけど、僕ね、大学生時代に結構狂ったように、とあるパンツを集めてでいて、まあ、言ってしまえば、リーバイスの、517、517、646、あと、ワード忘れした。646よりもね、なんかフレア具合が広いやつが、684かな、ちょっとごめんなさい、ど忘れしちゃったんですけど、まあ、そのフレアシリーズをですね、こういう色でめちゃくちゃ集めていて、まあ、何色も持っていたんですが、その当時非常に気に入ってたカラーがですね、まさにこのブラウン。で、特になんでこっち激推ししたかというと、このマスタードをね、僕めちゃくちゃ、まあ、517でもいいですし、646のリーバイスの、コーデュロイすごい探してたんですけど、全然なくて、まあ、やっとの思いで手に入れて、まあ、今もね、もう10年以上前の話なんで手放してしまったんですけども、まあ、それがこう、ふとすごい懐かしいなと思って、仕入れたカラーが、この2色になっております。なんで、どっちもおすすめの色ではあるんですけれども、こっちですね、こっちのカラーも本当にすごい好きで、なんかブランド名言っていいか分かんないですけど、当時ですね、僕すごい好きだったのが、多分今の20代の方とかは知らないと思うんですけど、ブランドがですね、セミナードとか、インパクティスケリーとか、まあ、いわゆるナイチシですね、今はおそらくもないと思うんですけど、ナイチシというお店がありまして、原宿に。そこでですね、まあ、古着ベースの、まあ、なんかそのテイストで洋服を作ってるブランドがあって、まあ、通称ね、インパクなんて言われてたんですけど、そのね、インパクティスケリーの、まあ、ちょっとあるんですよね。時計のプリントが入ってる T シャツとか、すごい可愛くて、ね、でも結構高かったんですよ、定価じゃ買えなくて。で、そういうのと、こういうマスタードのコーデュロイパンツを合わせてたんです、その、ショップスタッフさんが。で、そのスタイリングがめちゃくちゃかっこいいなと思って、それがね、この色見た瞬間に、はぁってなって、仕入れました。なんでね、ぜひ、まあ、全然古着好きじゃない方も、手に取っていただいていいと思うんですけど、古着の T シャツとか、古着のスウェットとかと、この2色は、かなり相性抜群かなと、思っております。はい。で、サイズがですね、仕入れたサイズが、XS、S、M、L の4サイズすべて、仕入れております。で、お値段が、税込み25,300円かな。
そうだね。税込み 25,300円となっております。で、これ洗濯できます。はい、コットン100なんで。というわけで、両色着用したいと思います。まず、ブラウンの方から着用させていただきたいと思います。インパクティスケリーとかね、多分ね、絶対知ってる人はいると思うんですけど、知ってる人、セミナードとかね。あと、まあ、その当時僕ハマってたのか、アボンタージュとか、ウエストトゥワイスとか。懐かしいですね、非常に。そこら辺の好みが、もう、どんずばで全盛期だった頃に、履きたかったのが、これですね。履きたかったというか、履いてた、リーバイスのコーデュロイの色が、これと、この次履くマスタードですね。いやー、いいですね。形も、これ、テーパード?テーパードかな?ストレート、いや、微テーパードな気がするな。いいですね、形。これで XS を着用しております。まあ、XS かなり細いんで、僕ぐらい、ウエスト僕27ぐらいしかないんですけど、僕ぐらい細い方か、まあ、女性の方だったら着用できるかなと思っております。マジっすか。それやばいですね。で、太上ね、太の上で、ラフな印象ですね。カジュアルで。Go, well. で、やったよね。will じゃないよね。Go, well. うねの太さのことですね。Go, well. で、ウエストはいつも通りですね。いい線すべてそうですけど、こちらゴムではないんですけど、ドローコーですね。ついているので、調整できます。まあ、ベルトループもついております。はい。綺麗だなぁ、これ。これで XS です。165センチ、55キロ、ウエスト27。僕が、ベルトなしで着用できますね。やっぱね、いい線ちょうどいいっすよね。ブランドの名の通り。はい、そして僕の激推しマスタードを履いていきます。これね、マスタードね、俺自分用に一本買おうか。悩むレベルでいい。今日ね、ハロウィン、まあ明日が本番なのかもしれないですけど、まあセンター街に近いわけじゃないんでそんなにうるさくはないと思うんですけど、まあはぐれコスプレイヤーがもしかしたら来る可能性があるんで、そうするとちょっと騒がしくなるかもしれないんですけど、ご了承ください。で、フロントはジップですね。ボタンフライじゃなくてジップになっております。で、マスタードですね。うわー、マスタードめっちゃいいな。もう履いてたこれに、その、もう何回もね、ブランドの名前出したのあんまり良くないと思うんですけど、インパクティスケリーの、ちょっと気なりのめっちゃ生地がね、もう透けてる、なんか古着のもう何回もね、何回も洗うともう肌が透けるぐらいの薄い生地なんですけど、それにね、プリントの、なんかポップなプリントが書いてある古着の T シャツなんですけど、うわぁ、鮮明に思い浮かんでくる。思い出してくるわ。マスタード、黄色とは違うんですよね。黄色が、まあ、どっちがいいとか悪いとかって話じゃないですけど、これがだから、これ今あのヘリルの別注のカシミヤのパンツ並べてるんですけど、やっぱ全然印象が変わるんで、まあこう続けがたいですし、でもやっぱね、古着好き、その僕と同い年ぐらい、そのインパクティスケリーとかそこら辺の世代を通ってる人にはかなり久しぶりに突き刺さるカラーじゃないかなと思いますね。だ僕は圧倒的にこの、さっきもブラウン履いたんですけど、ブラウンよりこっちの、マスタード推しですね。で、プライスも、これ非常にいい線なので、手が出しやすいプライスなんで、ぜひ色物のパンツね、トライしたい方、選択もできるし、非常にいいんじゃないかなと思います。いいね。で、こういうなんか、ね、こういうペイント系のアイテムとかと相性いいですね。いいね。これも XS です。はい、着用してみよう。はい。以上が一つ目のE線のインラインベンのご紹介になります。はい。
続いて、ナイスネスですね。インラインご紹介させていただきます。で、こちらはですね、先週ちょうど店頭で発売したんですけれども、1週間経ちましたので、EC サイトを本日掲載して、で、改めてのご紹介となりますので、ご了承ください。ちょっとゆっくりやりましょう、今日は。土曜日だし、この後僕は予定ないし、はい、行きます。やべ、間違えた。少々お待ちください。ちなみにコメントは、コメントは大丈夫、音声も大丈夫ですか。もう音声に最近ね怯えてるから、音声やばくなったらすぐ助けてください、助けてくださいってか言ってくださいね。はい、じゃあ次行きます。ナイスネスのインラインですね、こちらです。じゃん、クリーチですね。はい、最初に、ブランドの紹介文読ませていただきます。こちらは今シーズンから新しく展開する、ダブルメルトントラウザーとなっております。1950年代の、フレンチセーラーパンツのワイドストレートシルエットをベースに、ややウエスト周りを絞った独特なシルエットと、脇剥ぎのない立体的なパターンを構築しています。生地は、スーパー120を使用しており、高密に織り上がったダブルメルトン生地を製作。職人による手抜き合わせ縫製と、極細な糸が作る滑らかさと厚みある生地が相まって新しい雰囲気を感じるアイテムに仕上がっておりますということとなっております。こちらはですね、まあ見たらお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、あれ、こちらですね、もう1点だけになってしまってるんですけど、以前ご紹介したナイスネスのアンダーソンですね、ジンジャーの、ダブルメルトのタイプのものの同じ生地、こちらですね、同じ生地のパンツとなっております。なのでセットアップですね、こちらはのパンツが、今日から EC サイト掲載というわけとなっております。これはね、もうアンダーソンもそうなんですけど、もう結構まあ説明はしたんですけど、もう説明不要で、まあもう名作かなと思います。まあ細かいディティールをお話しするのであれば、ウエスト、ドローコードついております。まあなんでね、うちで、アンダーソン買っていただいた方だったり、他のお店さんで、アンダーソンもそうだし、あともう一方形の違う、ジャケットがあったんですけど、まあそれのセットアップで使えるので、まあぜひ、ジャケット持ってる方は、セットアップ、すごくいいかなと思います。まあ、パンツサンドでもね、もちろん、すごく形綺麗なので、使いやすいかなと思います。はい。で、サイズがですね、SML、すべて、仕入れております。で、お色味は、先ほどお見せしたダークネイビーのみとなっております。SML すべて1本ずつですね、しか仕入れておりません。で、お値段が税込み 96,800円となっております。はい、というわけで S サイズ履きたいと思います。で、せっかくなんでね、ジャケットをアンダーソン1点だけ M がありますので、セットアップの雰囲気もお見せしようかなと思います。では少々お待ちください。よいしょ。意外になんか口回ってる気がする意外に。よいしょ。よいしょ。今、あれ？Sサイズを着用して
おります。じゃん、いいね。やっぱそのジンジャーの時も下のパンツ仕入れてましたけど、あれは生地があのメルトンではなかったんで、あのさらっとした感じなんですけど、これね、メルトンだと形がスンと出ていいですね。スンというかしっかり出ていいですね、シルエットが。でも、当たり前ですけど、スーパー120なんで、全く、重くはないです。むしろ軽いと思いますね。軽くて、だけど、さっきも説明文でもあったんですけど、軽くて、暖かくて、滑らか。うわ、気持ちいい。今、この、膝曲げた時に、裏地が、これ、裏地入ってはないんだけど、入ってなくていいですね。肌弱い僕でも全く不快感ない。めちゃくちゃ気持ちいい肌触りになってます。うわ、これ気持ちいいな、このパンツ。はい。ちょっと薄いですけど、クリースも入ってるんで。この形、綺麗だな。だからさっきあの、パンツだけでもっていう話したと思うんですけど、パンツだけでもね、十二分にこれは活躍するかなと思います。いいね。で、説明もあった通り、脇履きですね。サイドの CM がないんで、ストレートシルエットのこのストンと落ちた形が、すごく綺麗に出ますね。いい、見えるか、はい、形綺麗やな。やっぱシームないパンツって僕サイドシームないの僕すごい好きなんですよね。形が綺麗なので、でせっかくなんで、ジャケット M だけしかないもうないんですけど、手元にあるのでセットアップで着てみたいと思います。やっぱこのジンジャーの時のセットアップもそうだったけど、このセットアップ名作だな。僕の中で2年前ぐらいかな、ありましたけど、その形はまあアップデートはねされてるんですけど、これ今上が M で、下のパンツが S 着てますね。そう、フーディーとねこの形は僕合わせるのがすごい好きなんで、いいですね。ぜひね、最初も言いましたけどセットアップでどうでしょうかというご提案のアイテムになっております。はい、で、お値段いった、サイズいった。大丈夫だね。はい。以上がナイスネスになります。次、あと2型ですね。別注ありますので、ご紹介していきます。このね、残り2つがね、めっちゃいいんだよな。あの、オレチノは多分ね、何回かお話ししてたんで、なんかこう、覚悟じゃないですけど、待ってた方いると思うんですけど、もう一個は、多分ね、僕ライブで全く話してなかったやつが、実は入ってきて、それがめっちゃいいので、先にそれをご紹介したいかなと思います。少々お待ちください。ラキネスですね、ブランド。実は、レザーのコーチ以外にも作っていたんです、別注を。これ多分、ね、全然話してない。なんか受注会の時にもしかしたらね、店頭にいらっしゃった方にはお話したかもしれないですけど、めちゃくちゃかっこいいパンツ作っちゃいました。はい、説明させていただきます。最初に、商品名がですね、こちらはラキネスの別注ですね。ごめんなさい、今更ですけど見せますね。ラキネスの 22AW の別注になります。はい、商品名が、タキシードクロス、T1 パンツとなっております。先に商品のお話だけさせていただきますね。タキシードクロス、生地のことですね。タキシードクロスとは、綾織の織物で滑るような滑らかさ、そして光沢感があって、何よりも深みのある黒さが特徴です。そのため、フォーマルウェアでは主流となっています。まあ、いわゆる、まあ、礼服とかですね。はい。で、ただ、一口にフォーマルと言っても、単純に、ブラックカラーの服地を示すわけではないと。スーツ用のブラックと、フォーマル用のブラックでは、黒の質ですね。ブラックの質っていうのが全く異なるからです。フォーマル用に分類されるブラックとは、いわゆる漆黒ですね。はい。漆黒であることが条件となっております。
角度によってグレーに見えてしまう一般のスーツ地とは、黒の深さ。かっこいいし、この男心くすぐる中二病みたいな黒の深さが全く違います。タキシードクロスという、呼び名からタキシード用であると思いがちですが、実はフォーマルウェア全般に用いられている、生地となっております。縦糸にソモ糸、横糸に防毛糸を使った綾織で、毛羽が少なく、軽快なタッチとなっております。まあ、簡単に言えば、まあ、簡単というか端的に言うのであれば、軽やかで優雅な生地となっておりますと。これね、めちゃくちゃかっこいい。この、だからね、生地が、なんか、デザインがかっこいいとか、シルエットがかっこいいとかってあると思うんですよ。でも、これ、生地がかっこいい。めちゃくちゃ。で、なんでこれを作ってもらったかというですね、ちょっと長くなるんですけど、ちょっと最後まで聞いてください。僕のこのパンツの思いを。まず僕、まあ、最近ね、AW も終盤戦ですけども、まあ、AW の僕のお店あるあるといえば、まあ、大体パンツ、カシミヤとか、あとはヤクとか、あとはなんだろう、アルパカとか、ベビーアルパカとかね、ベビーアルパカとか、あとはスーパー、ね、それこそさっきも話して、スーパー120、140、160とか、ね、柔らかい、素材がやっぱ多いじゃないですか。で、だけど、別にね、その、カシミヤみたいな素材に飽きたっていうわけじゃないんですよ。飽きたってわけじゃなくて、ただですよ、ヘビーメルトンみたいな、重さがあるわけじゃないんだけれども、生地の表情が非常に男らしい、武骨な雰囲気が感じるようなパンツが欲しかったんですよ。で、それがな、そういうパンツが何で欲しかったかっていうのはまた最後に言うんですけども、で、そんな中、一番ふさわしいなって、ラギレスのディレクターの大島さんと一緒に話して決めたのがこのタキシードクロス。で、このね、まあ、ね、無理だな、もうこれもう伝わんないんだけど、この質感がもう超かっこいいの。なんか、うちのお店で今までなかった素材感なんですよね。この、漆黒。わかりますかね、この音でわかるかな、この。だから、ふわふわはしてないんですよ。当たり前ですけど、この素材感見て分かってほしいんですけど。ふわふわしてないんですけど、ザラザラもしてなくて、だから本当に、そう。スムースな肌触りなんだけど、でもガシッとしてるとか、芯があるような男らしさがある、この生地。これはね、多分ね、伝わんないよ。言葉じゃ。まあ、でも、かっこいいんですよ。とりあえずね、明日も通常営業するんで、店頭来ていただいたら、ちょっとね、これぜひ見てほしい。で、すごいかっこ、本当にかっこいい素材なんで。で、その黒のね、奥行きも、深いのよ、これ。真の黒なのよ、これ。よだれ出ちゃった。よだれ出ちゃって、これ僕の自分でハックパンツなんで許して。これ僕、商品じゃないから、許してください。よだれ、興奮してよだれ出ちゃった。黒の深さがね、たまらんのよね。だからどういう光の当たり方しても、ちゃんと黒。なんですよね。これね、かっこいい黒だわ。で、話長くなったけど、なんでこれ作ったかっていうと、もう完売しちゃってるんですけど、もう一個、別注 AW 作ったじゃないですか。まあ受注生産のみだったんですけど、ラキネスの、レザーのコーチジャケットを作ったじゃないですか。で、あれに合わせたくて作ったんですよ。で、なんでかっていうと、あれ結構、レザーの分量も多いんで、結構存在感があって、男臭いじゃないですか。で、それに、負けない、パンツ。で、しかもオールブラック、スタイリングとして、やりたかったんで。まあインナーはちょっと一旦、僕今黒ないんで、置いといて。そうやりたくて。で、しかも、それに、まあ、書きましたけど、EC サイトにも書いたんですけど、まあ、コンバースのオールスターのハイカット、黒ね。か、書かなかったけど、最近僕ブーツハマってるんで、ブーツに合わせたくてっていう、もろもろの、もうただそれだけ。だから、自己満で作ったんですけど、超かっこいい。だから、レザーのコーチジャケット買った人に、マジで買ってほしいけど、無理はしないでくださいって感じです。はい。なんで今日わざわざ僕、コーチジャケットも完売したけど、家から持ってきて、で、ブーツもマーチン持ってきて、で、コンバースも持ってきたんで、ちょっとスタイリング長くなるんですけど、僕がやりたいのちゃんと全部やるんで、よろしくお願いします。はい。で、
着替える前にフリーサイズになってますね。フリーサイズで、お値段が税込59,400円となっております。で、ディティールをお話すると、これ形自体はあれですね。あの、インラインであった T1 パンツっていうあの、トライチパンツってあれですね、建築というかその、作業、なんていうの、工事現場とかで、作業着として、トライチパンツっていうのが売られてるんですけど、それが、ベースになった形です。だからめちゃくちゃボリュームのある、生地感で、裾が、こういうリブになってます。これがね、だからね、その、オールスターのハイカットとかブーツにすごい合う形。だからね、今季のラッキーネスのインラインの、パンツで、これ、好きだったんです。同素材の上はね、ないです。はい。とりあえず履きます。これね、かっこいいけど多分映像だね。もう生地がかっこいいよ。まあ、形もかっこいいよ。形もかっこいいんだけど、生地がかっこいいんだよ、これ。なんか、そのさっきも話したんですけど、ヘビーメルトンとか、武骨でね、ガシッとしてね、男臭くて、ね、かっこいいんだけど、まあ、ちょっと重いじゃないですか。これ軽いのに、そう、これ軽いのに、男臭いっつう、この相反する感じ。やべ、ちょっと靴べら持ってきます。おっ、おっ、おっ、おっ。この、このためだけに靴持ってきました。わざわざ。しかも俺 EC サイトで平紐がどうのこうのっつってたのにこれ丸紐や。すいません。お。もうロングだからこれ何センチぐらいだな。110センチぐらいある紐でもうギュンギュンに絞って。で、ちょっとベルトします。あ、で、ベル、ウエストゴム。後ろがゴムになってて、すいません。後ろがゴムですね。ゴムになってて、で、ベルトループ。ちょっと特殊なんですけど、ここですね。こういう、ここのデザインがすべて、つながってる、タック、落ち着いて、タックのとこと、スラッシュポケットのこの部分と、漆黒の闇すぎて見えないと思うんですけど、あとサイドの CM が、デザインの、要は統一されてるんですよね。で、それがそのまま一本の太いベルトループになってるって感じです。で、サイドに、細いベルトループがあるって感じですね。ここですね。タックの部分と、ポケットのスラッシュ部分のここの位置と、あとサイドの CM が、ここで一箇所になって、そのまま下のデザインになってるって。こういうね、細いところね、ラキネスの気遣い、すごく好きです。はい。ちょっと今ベルトするんで、お待ちください。たまらん。わかるかな。うわー、めっちゃかっこいいわ。ちょっとコメントなんか来てた気がする。いや、めっちゃかっこいいんですよ。これだからね。で、まずこのコンバースでしょ。コンバースのこの感じ、この感じ絶対伝わってないけど、この感じめっで、これなんか、この音とか、生地感的に重そうでに感じるじゃないですか。全然重くない。むしろすごい軽い。です。まず単体でね、ちゃんと見せて。はい。フリーサイズです。いや
わあ、やっぱね、リブのだからね、このやっぱね、タキシードクロスっていう、まあいわゆるドスキンの生地の服って僕多分持ってないと思うんだけど、それでこれ軽やかな感じでこの太いパンツ作ったらかっこいいね、マジで。で、わざわざ持ってきたラッキーです。これはね、もう完売しちゃってるんで、ちょっとこれはもう欲しいって人は、欲しいって人はもう買えないんですけど。めっちゃいいじゃん！これですよ、これ。これがやりたかったんですよ。どうですか？レザーコーチジャケット購入した皆さん、この合わせ。これかなり武骨じゃないですか。まあ当たりますけど、ね、レザーの面積多いし、雰囲気もあるし、脂肪もね、しっかり入ってるんで。それに、これにね、だから柔らかいね、カシミヤのパンツとかでも全然いいんですけど、なんかせっかくの男らしさ、全振りで合わせたいなと思って作ったんですよ。これ、かっこいいわ、このパンツ。これ、あ、最高です、ありがとうございます。どうすかこれ。ぜひね、だから、さっきも言ったけど別に、またよだれ飛んじゃったら、強制はしないし、強制しないですし、全然仕方していただいても構わないですけど、レザーコーチ買った人は、ぜひこれ合わせてほしいな。で、今、まあ、オールブラックじゃなくてもいいか。インナーは別に黒じゃなくてもいいんですけど、それ以外のなんか靴とか、こういう、帽子とか、メガネあった。メガネなくした。メガネなくしちゃって、そう合わせてほしいです。オッケー。で、最後にせっかく持ってきたからちょっとブーツも合わせます。いやー、どうすこの生地かっこいいなー、マジで。よいしょ。買います。ありがとうございます。後悔させません、こちらのパンツは。いいじゃん、これマーチ今履いてるんですけど、うわー、くそかっこいい、マジでマジでかっこいい、うわー、たまらんすわ。絶対伝わらないけど、この感じね、絶対伝わらないと思うんですけど、この感じ。というわけで、ぜひレザーコーチ買っていただいた方、おすすめです。はい、値段言ったよね、値段言ったよね、あれ言ってないか。値段税込み59,400円となっております。はいはい、じゃあラストいきましょう。ラストはもうさっきからね、てか今日すでに店頭で EC サイト出す前にかなり売れて、で EC サイト出して先ほどからもどんどん売れているアイテムをラストにご紹介させていただきます。このパンツ気に入ったんでそのまま履いてます。じゃじゃん、満を持してきました。ラストはですね、マーティアンサンズの、別注になります。オレチのディープグリーンになっております。ドーン、これね、今日の別注ね、生地がいいわ。確かに生地がいいっていうのは、そのカシミヤとかシルクとか、肌触りがいいとかっていうじゃなくて、なんかそういうベクトルとは違う良さ、今日の西名の別注は、です。はい。最初に、ちょっと待って。一旦、飲み物飲むわ。
はい、飲むの飲んだんでいきます。俺ちのディープグリーンです。まず素材ですね。原料はオーガニックコットンで、先ほどもイーセンのやつで、ウネの太さの単位出ましたけども、8ウェルっていうのかな、8ウェルになってます。太さの話ですね。僕はってこれ僕じゃなくてデザイナーさんですね。はい。は、パンツには、この8ウェルが一番いいと考えています。9かもしれません。かっこ笑う。で、色はディープグリーンで、コーディロイは色が映えます。わがままは、ダサカラーに行きそうなところと言われておりまして、まさにそのままダサカラーに行ったんですけども、もう完売してしまってますけど、レザーのアーミージャケットとか、あと少量残っておりますが、カシミアのブラックのスポーツジャケットの、濃い色と合わせてほしいとのことです。グリーンのコーディロイを見るといつも嫉妬しますと。大好きな色で、大好きな色をさらわれた感じですと、僕がさらってしまったそうです。はい。で、形ですね。はい。形に関しては、オレチノ型、まあマーティー好きな方だったらご存知の方多いかなと思うんですけども、オレチノの形となっております。コンセプトは、誰にでもハマる、合わせやすい今履きたいチノパン、歴史上に数あるチノパンのディティールを全て排除したと、ドレス感とカジュアル感を同居させたもの、唯一フューチャーしたのはかすかに話したヒップポケットですね。ここのからポケットですね。で、片玉縁で、スポーティブに、片玉縁のはこれ玉縁なんですけど、普通この上も玉縁になってるはずなんですよね、これ。だからそれが片方だけですね。もうマニアックすぎるな。これ本当は上も玉縁になってると思うんですけど、これはなってなくて片玉縁です。そして、歴史上、著名な画家が己の作品にこそっとサインを入れるかのように、私も、玉縁にボタンをそっと乗せ、完結させたモデルで、このボタンに玉縁を乗せるっていうのが、工場的に言うとすごくめんどくさい、ディティールらしく、クレームがたくさん来たとのことです。要はどこかっていうと、この部分ですね。ここがだからボタンを閉じた時に、ちょっと待って、この多分ね、ボタンのホールがこう玉縁に乗ってることだと思うんですよね。普通こうもうちょっと下にあると思うんですけど、ボタンホールがこう乗ってるんですよね、玉縁に。で、これが多分、これね、僕も見たら確かにこれめちゃくちゃ面倒くさそうだなっていう超絶マニアックな細かいディティールが入っておりますというのが、商品説明になっております。で、これね、今日いらっしゃったお客様にもう鬼のように説明して、今日多分6人ぐらいご試着されて、まあほぼ全員購入してくださったんですけど、多分僕がこの説明したのを理解した方はほぼ1割ぐらいしかいないと思うんですけど、その、まま話させていただくと、これ多分これ今インスタだとちょっと明るく映ってるのかな、ちょっと明るめに映ってて、YouTube のこの画像だと、多分それ、YouTube のこの画像が結構近い色なんですけど、結構明るいですねって最初言われたんですよ。これね。言われたんですけど、僕的に言わせてもらうと、これ明るくはないんですよ。明るくはないんですよ。で、どういうことかというと、これ、この色のワントーン明るいのが明るいグリーンなんですよ。僕から言わせてもらえば。で、だからいわゆるこうパキッとした発色ね、これをワントーン明るくするとパキッとした感じになるんですけど、これの、今度逆にワントーン下げると今度暗いグリーンになっちゃうんですよね。そのいわゆる黒に近いような、まあすごくいい色で合わせやすいとは思うんですけど、多分いろんなブランドさんが使うようなグリーンのカラーになっちゃうと。で、この色が僕とてもとても絶妙だなと思ったのは、明るくもないし暗くもないグリーンってのが素晴らしい時期だと思います。で、僕普段、デザイナーさんと、まあ、メッセージやり取りするんですけど、まあ、大体、今日これできたんで配送しました。ありがとうございます。っていうようなやり取りしかやらないんですけども、多分、これデザイナーさん的にも相当いい色が出来上がったっていう会心の出来だったらしくて、届く前、昨日か、にメールが来て、めちゃくちゃいい色で上がってきましたよっていう一言だけポソッと送られてきて、僕めっちゃ期待してたんですけど、もうまさに、まあ、
デザイナーさんがね、僕の同じ思いでいい色って思ってるかどうかはわからないですけど、僕はそういう意味、明るすぎなくて暗すぎないグリーンだなっていうのが僕は素晴らしい色だなと思いました。だから、まあ当たり前ですけど、別注色なんで、インラインにはないんですよ。で、プラスで言うと、今日来た、あの、お客さんの説明したんですけど、ちょっと、長ったらしい説明で申し訳ないですけど、普通よくあるのが、例えばじゃあ、あの、俺ちのコーデュロイ、インラインでも今回出してるんですけど、まあ確か3色ぐらいかな、インライン多分あったと思うんですね。で、例えば、そのインラインの3色ではなくて、他の色が作りたいってなった時に、なんかこう、生地のね、日本のこれぐらいの生地の歯切れみたいなのが10枚とか20枚とか貼ってあるこうなんか本みたいなのがあるんですよね。まあ生地屋さんが持ってるようなもので、じゃあ例えばじゃあ10色あった時に3色、この3色はインラインで使うので、他の7色から1色選んでいただけたら、それが別注として作れますよみたいなのがまあよくあるような話なんですけど、今回のこのグリーンっていうのはないんですよ。そもそも生地として存在してないんですよ。だからゼロベースでいい感じのグリーンの、オレチノのコーデュロイあったらよくないですかっていう話をデザイナーさん提案して、確かにいいですね、じゃあ作ってみますか一からっていうので作ったんですよ。だから、大変だったってことです、はい、つまりはない色を生み出した素晴らしいグリーン、大満足です。多分ね、このインスタだとねちょっと明るく見えちゃうかな。YouTube の方が近いですね、これ。色味は。なんで、後で、まあ、ぜひ YouTube 見ていただければ。あの、すぐには上がらないですけど。で、何言いたかったんだっけな。そう。まあ、この後履くんですけど、結局これ今、面で見てるじゃないですか。こう。ハンギングしてるじゃないですか。ハンギングしてるとどういうことが起こるかというと、平らなんですよね。人の足が入ってないので。だから、つまり、全方位から光を集めるんで、結構明るく映るんですよ。だけど、まあ、この後僕履くんですけど、履くじゃないですか。履いた時に要は、まあ、僕の足がこう、の形が出るでしょ。で、出ると、平面じゃなくて、まあ、ちょっと歪むわけですよ。で、歪むと陰影が、影が落ちるんですよね、生地に。そうすると、色が変わるんですよね。ちょっと伝わるかどうかわかんないですけど、だからそのね、バランス感もね、ぜひ、注目してください。はい。で、最後履く前に、ですね、ここですね、裾がこれ、折り返されてるんですね。折り返されてて、これ12センチ折り返されてて、どこかっていうとここにちょっと線みたいなのが見えると思うんですけど、ここまで裏があるんですよ、生地が。ここまで、このここまで裏があるんで、何ができるかっていうと、普通裾上げするしかないと思うんですけど、これ裾を出すこともできるし、なんなら出して、これ今、シングルになってると思うんですけど、ダブルの仕上げにもできるとのことです。なんで僕は、ノークッション、まだ裾上げしてないですけど、自分はノークッション、かつノークッションよりちょっと気持ち短めの、ダブルで、かつダブル幅3センチか 3.5 センチぐらいで、ローファーとかと合わせようかなと思っております。まあ、それはお好みで全然いいんですけども、というのをお伝えして試着したいと思います。で、サイズ展開が、23の2サイズ展開で、お値段が税込み 49,500円となっております。で、インラインのものよりも値段が高い理由としては、先ほども言ったように、これその小ロット、少ない生地しか作ってないんで、小ロットでゼロから生地作っちゃったんで、ちょっと生地の値段が上がってしまってるんで、それはお許しくださいという。はい、以上で履きます。今日のパンツはいいですよ。久しぶりかもな、パンツだけの着って。あ、今ちょっと待ってね、今ちょっとブーツも脱いだんで、ちょっと時間かかる。で、これですね、洗濯表記はドライクリーニング推奨となっているんですが、当たり前なんですが、コットンなので
普通に選択できます。でただ、注意書き EC サイトにも記載したんですけども、ネットに入れて、色が映る可能性があるんで、単体で洗った方がいいですね、こちらは。っていうご、あの、注意だけ先にお伝えさせていただきます。え？今何時？もうまた12時になっちゃうじゃん。はいっか、楽しいし。どうですか？ちょっと折った方がいいな。だから僕は多分これぐらい、まあ、うまく表現できるかな。これ多分今ね、6センチぐらいになっちゃってると思うんですけど、これぐらいの、もうちょい短くてもいいかな。これ、ちょっとね、ちゃんと、今ただ、外側に折っただけなんで、あれなんですけど、まあこれ、ここの幅が3センチぐらいのダブルにして、こういうローファーと合わせようかなと思ってます。ちょっと今ね、突貫工事なんで、あれなんですけど。まあでもだから、うわーいい色。さっきより、さっきより暗く見えるでしょ。インスタの皆さん。見えない？そう、履くことでだから影が生まれるから、さっきよりね、暗く見えてるはずなんですよ。面で見たとき、あの、ハンギングのときより。いい色やー。でね、僕は恥ずかしながらね、初折れチノなんですけど、これはいい形ですね。素晴らしい。で、こういう、あの、さっき言った、キュービル、結構細うねなんですよね。かなり細うねになってるんですけど、こういう細うねのやつってよくあるのが、まあ、ラルフとかブルックスブラザーズとかの、まあ、トラウザーですね。細身のテーパーでグーンって効いてるような感じなんで、少しどっちかというとドレッシーなディティールがディティールっていうか形に使われることが多いと思うんですけど、このあえてねチノのこのちょっと太いやぼったい感じで、さっきあの説明にもあったんですけど、ドレスとカジュアルがこう混在してるっていうのが、それとこの細うねキュービルの、コーデュロイのバランス、そしてこのディープグリーン、最高です、はい、というわけで、この内側にちゃんと折って、で非常にこれオーガニックコットンなので、さっきそんなにね説明力強くはしなかったですけど、かなりこれコーデュロイ滑らかで気持ちいいですね。肌あたりが、まあ、裏地もポリエステル入ってるんで肌には直接触れはしないんですけど、いやあ、でこれ2、ごめんなさい、今更ですけど2番入ってます。僕いい形や、ダブルだなこれ、私履くのは。でせっかくなんで最後に、デザイナーさんも推奨していたこういうですね、まあ、色の濃いというか、まあ、暗めのものと合わせるとよろしいんじゃないかと。わーいいですね、いいですね、いいですね、いいですね。レザーも着よう。あれ値段いったよね、サイズもいったよね、はい、大丈夫かな。やべえ、耳鳴りしてきた。疲れすぎて。うわあいいじゃん。うわあいいじゃん。はい、レザー。これももう完売しちゃってるんで、あの販売はできないですけど。いいっすね、こんな感じ。暗めの、トップスというかアウター、ブラック、ブラウン、ネイビーとか濃色ですねがいいんじゃないかなと思います。素晴らしいです。はい、というわけで長くなりましたが、以上、4型5点ご紹介させていただきましたと。はい、というわけでご視聴
ありがとうございました。